ボールの当てどころ、要は全体をですね、まんべんなくマッサージをしていくということには変わりはないんですけれども、当てる際に3つのラインをイメージしていただくと、取り漏らしが減ってきます。どのラインかと申しますとですね、まず背骨の際のこのライン、そしてもう1つは肩甲骨の内側のこのライン、そしてその2つのラインのうちの真ん中、このライン、この3本のラインに沿ってマッサージを展開することで取り漏らしを減らすことができます。